はい、こんにちは、佐々木でございます。ちょっとね、風邪をひいておりまして、若干喋りづらいんですけど、今日はね、こちら、じゃん、はい、iPad Pro をね、購入してやっと到着しました。 Apple Pencil ね、これまだ開けてないですけど、まあこれのレビューはまた後日ね、時間のある時にしっかりやりたいと思います。で、まあ、結局このアップルペンシルね、まあ本当にこの通り、ただのまあ棒ですよね、言ってみたらね。でこれ iPad Pro とどうやってこう保管するんですかっていうね、まあ結構まあ考えている方も多いと思うんですけど、まあなるべくその一つのパッケージに一緒にねしておきたいと思うので、で僕がちょっと考えて買ったのがこちらです。はい、じゃん。よくペン差しね、ノートとかにこうやって挟んで、ちょっと開けます、ね、こういうやつね、こういうやつね。例えば、まあ、これはケースだとしましょう。そしたらこれをこういうふうにこうやって挟むわけですよ。まあこれがアップルペンシルだとしましょう。そしたらこういうふうにね、こんな感じでこのね、アップルペンシルをまあ挿しておけば、まあこれが iPad Pro のケースだとしたら、まあこんな感じで、まあ一体にしておけるじゃないですかね。今回はこの縦型のパターンと、こういうね、横型のやつもあるんですよね。こうやって横にポンってはめてペンを挿すと、はい、こうやって横に挿して、まあ、こんな感じでね、使うことができますので、まあ、ペンと本体を、まあ、いつでも同時にね、携帯できるという意味では非常に、まあ、いいんじゃないかなと思います。まあ、結構ね、悩んでる人というか、結構ツイッターとかでもペンシルどうやって保管するんですかみたいなね、結構声が多かったので、まあ、ロフトの方に行ったらね、まあ、こういったものが売ってたんで、買ってみました。ただまあ、気をつけていただきたいのはですね、まあ、結構これ金具ね、柔らかいこうバネみたいな金具になってるんですけど、まあ、特にこの内側にラバーがついてたりとかしてるわけではないので、アップルペンシルが傷つくのが嫌だという人には向かないかもしれません。まあ多少なりね、つきそうな感じはするので、まあその辺はまたね、このアップルペンシルのレビューの時にまたお伝えしたいなと思いますので。でも良さげですよね。ね、こういう横バージョン、縦バージョンね。まあ使いやすい方で、まあ、ちょっと試してみたいなと思っております。はい、そんな感じでございました。まあ、全然話は違うんですけど、渋谷のゆるキャラって知ってます？あんまね、知られてないですよね。僕は渋谷区の人間なんで、これもらったんですけど、はい、じゃん、渋谷区の妖精アイリッスンと言います。まあほとんど知らないですよね。一応渋谷区のマスコット、うん、となっております。一応プロフィール、まあ何の動画だって話ですけど。プロフィール。生態はね、花勝負の妖精。住まいは代々木公園。ね。で、優しい女の子と。まあ、いうことになっております。はい。一応ね、渋谷区にもですね、ゆるキャラがいるということで、ご紹介いたしました。はい。今日はね、久しぶりにですね、レンズを、パナソニックね、ズミルックスのパナライカですね、まあ、ライカレンズ、25mm 単焦点で撮っております。まあ、最近はずっとね、このオリンパス、合わないか、これね、オリンパスの紙レンズ、12から 40mm、ね、2.8 同士
のレンズで撮ってたんですけど、これはやっぱ楽なんですよ。これすんごくもうめっちゃ寄れるんで、本当にねここぐらいまで寄れますから、うん、簡易マクロですけど、かなり寄れるんでね、これがもう非常に、これどうですかってこうねカメラに向けてこう見せるってもすぐピントがパッと合うし、それパッと離してすぐ顔にもまたピンがね戻るし、まあこれ一本あったらね本当に望遠以外はもう完璧っていうぐらいね素晴らしいレンズ、商品紹介動画とかね最適のねレンズだと思います、うん、まあ値段も高いですけどねその分ね、まあこれからねこういう YouTube をねやってみようかなとか、思ってる人がいたらですね非常におすすめのレンズでございます。でまあ今撮ってるね、このパナライカの 25mm、 まあこれはこれでねまたちょっと色の色味というか、まあ、ボケ感とか絵の質感とかね、やっぱりパナソニック独自のまた色だと思いますし、まあ、オリンパスはオリンパスでねまた独特な、まあ、解像度の高い動画が撮れますし、まあ、この辺はちょっと好みですよね、うん、まあどっちかというとこっちの方がまあソフトな写りかなとは思うんですけど、はい、まあそんな感じでですね、まあ今日ちょっと時間があったのでね、こうやって動画をね撮らせていただいております。先日から使い始めてるね iPad Pro なんですけど、これは本当に素晴らしい、うん、なんかこう作りたくなるというか、まあ本当にその Mac っていうそのもともとね、まあ、僕が昔から思っている Mac に対してのイメージっていうのがあって、やっぱりなんか曲を作ったりなんかね、まあ、絵を描いたりとか、ね、写真を加工したりだとか、なんかちょっと一方そういったちょっと芸術性のあるものにこう踏み出させてくれるっていうのがまあもともとその Mac っていうものが持ってるイメージというか、まあ、僕はそうだったんですよ。まあ、20年前に Mac を初めて買った時に、ね、なんで Windows にしなかったかって言ったら、やっぱりそっちの匂い、ね、そういうなんかこう自分の頭で考えていることをなんか具体化したいとか、まあ、そういったことをやりたいということで多分 Mac に惹かれたんだろうなと思うんですけど、まあ、今回の iPad Pro っていうのは本当にそういう匂いがしたんですよ。だから、まあ、Mac ではないですよ、まあ、当然ね iOS なんで、だけど、まあ、僕の中では Mac なんですよ。これは要は何かをしようとか、その今こう止まっている自分がちょっと新しいことを何かまたやり始めようとか、まあ、そういう気にさせてくれるデバイスなんですよ。まあそういった意味では本当にその、うん、クリエイターツールなのかなと思いますしね。まあ今はねちょっと迷ね買おうかどうか迷われてる人、まあ次期 iPad とか今現行のね iPad でいいかなってね思ってる人がいたら、まあいろいろちょっと触り比べてみたり、まだもし友達が持ってる方がいたらね、まあちょっといじくらしてもらったりとかね。やっぱちょっと触っただけだとなかなかただのね大きい iPad じゃんみたいな感じになると思うんですけど、やっぱりどんどん使い込むほどにこの凄さっていうのはやっぱり分かってくるので、うん、まあいろんなことを、まあ、絵を描くでもそうですし、まあアプリね、ここに入ってるアプリを使うでもそうですし、作り込んでいったり入り込んでいったりすればするほどこう奥深い。ぜひね触ってみてください。やっぱりね使ってみないとやっぱりね分かんないと思うんですよね、こればっかりは。はい、ということでね、まだちょっとキーボードとかはまだ来てないんですけど、キーボードが来たらねしっかりとねしたレビューをしたいなと思っておりますので、引き続きですね iPad Pro 関連の、まあ、動画は続きますので、よろしくお願いいたします。はい、はい、ではまたね次の動画でお会いしたいと思います。ではさよなら。